はい、こんにちは、トラベラーりょうちゃんです。今日はですね、福島県に来ておりまして、猪苗代で有名な丸一食堂さんのソースカツ定食、ソースカツが有名みたいなので、これ食べていきたいと思います。行ってきます。ソースカツ丼食べていきたいと思います。ソースの甘さが何とも言えず、かつジューシーで柔らかくてめちゃくちゃうまいですね。最高です。登山もしてきたのでラーメンも頼んじゃいました。いただきます。麺が縮れ麺で、ラーメンのスープも優しい感じがしますね。最高です。はい、ということで、猪苗代駅から、電車を乗って、会津若松駅まで来ました。で、こいつですね、愛するアイドル赤べこちゃん、はい、というわけでちょっといろいろ歩いてから目的地の居酒屋に行きたいと思います。このおしゃれな飲み物ですね、ハイカラさんで、これで周遊の旅に出かけたいと思います。バスの中からですね、ハイカラさんの中からいろいろ景色を見てたんですけれども、トラベラーりょうちゃんですね、もういても立ってもいられなくなりまして、うずうずしちゃいまして降りちゃいました。ということで、この辺りのですね、レトロな建物が結構多いんですけれども、ブラブラしてから居酒屋に行きたいと思います。宮泉だ。はい、ということで、とうとうここに来ましたね。加護田さん、ここはですね、食べログでも Google マップでもめちゃくちゃ評価のいい居酒屋なんですね。ということで、5時から予約しましたので、入っていきたいと思います。自撮り記録してます、忘れないように。 YouTube に上げるんだよきっと。はい、
はようございます。今日はですね、福島の2日目ですけれども、喜多方ラーメンの坂内食堂さんに行きます。一番有名なところなので、まずはそこの王道のところに行って、もう一つですね、友人に教えていただいためちゃくちゃ美味しい喜多方ラーメンのお店に行きたいと思います。麺は太めの縮れ麺ですね。シンプルな味付けで朝にとても優しい美味しい味がしますね。最高です。はい、ということで車をドライブさせて裏磐梯ですね、裏磐梯のゾーンに突入しましたけれども、ここですね、桧原湖めちゃくちゃいい感じですね。朝ですね、あっちの喜多方の方は曇ってたんですけれども、こちらの桧原湖、ここは快晴ですね、最高になっております。お腹はですねまだいっぱいなんですけれども、この後のですね山塩ラーメン、山塩ラーメンというのは喜多方ラーメンとどうやら違ったらしくてですね、温泉の中でできた塩、これを使ってるみたいですね。チャンネル登録よろしくお願いします。こちらですね、坂内さんの裏か裏尾坂内、裏尾坂内がですねめちゃくちゃ綺麗に見えておりますね。これは2つのトップがあるので二宝山ですかね。裏尾坂内、最高の山となっております。いやー、本当に山塩ラーメンに向かってですね車を走らせているんですけれども、裏尾坂内のですね紅葉が綺麗すぎて何回も立ち止まってしまいますね。ここ見てください、この紅葉たまりませんね。秋はもう来ていました。 The old moon came already. Yeah. はい、ということで、裏磐梯のさらに奥裏尾磐梯に来ましたけれども、奥裏磐梯のラーメン屋さん、これがですね本来10時からなんですけれども、混み具合を見て9時半から開店してくれるみたいですね。ということで9時半から山塩ラーメンですね、喜多方ラーメンの違いを噛みしめながら食べたいと思います。はい、というわけで会津若松まで戻ってきましたけれども、渡辺聡太商店ですね、日本酒をいろいろ買いたいと思います。素敵な建物ですね。それでは入っていきたいと思います。行ってきます。
はい、ということで会津若松最後の晩餐、全然決めてなかったんですけれども、ここをですね通り過ぎた瞬間、このウの匂いがめちゃくちゃしてきました。ということでうなぎを食うことに決定いたします。で、2日間連続ですね山も登りましたので、うなぎをがっつり食って帰りたいと思います。ということで最後ですねうなぎ食べましたけれども、めちゃくちゃうまかったですね。僕が今まで食べたうなぎの中でトップ5に入ると思われます。ということで福島はいろいろありましたけれども、昨日の登山から始まりまして、高田ラーメン、ソースカツ、いろいろご飯も美味しかったですし、磐梯山、安達太良山、猪苗代湖、景色も最高でしたね。ということで福島旅、そろそろ締めさせていただきたいと思います。東京に戻ります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の旅でお会いしましょう。バイバーイ。うー